ただきます。今日はもう広がれの親睦会ということで、ちょっと一杯ね、お酒を飲みに来ております。広島県の近くの、雫別邸さんに来ております。はい、美味しいですか？美味しいです。美味しい。結構食べてます。てか 和でいいですね。落ち着くし、そう、こうちょっとカメラには映ってないんですけども、左の方にはもう提灯がこう、うん、何百個みたいな感じで、うん、これなんかめっちゃカメラ映ってるじゃないですか。この方、逆にこの人に今カメラピントがあってなんか変な状況で、なんか3人でお送りしとるみたいな。カメラもあって、広がれでご飯食べに来てるということで、なんか企画をね、せっかくなんで、うん、やりたいなと思ってます。やりたい。ここ雫別邸さん、特に広島のお酒をすごく多く取り揃えてる、うん、お店になってます。広島の酒、聞き酒できるのかいという企画をなるほど、できるのかい、パーパー聞き酒が自信ある。飲むのは好きですけど、うん、普段はどんなお酒飲むんですか？ハイボール私はハイボールばっかり。生かレモンサワー。あー、レモンサワー、まあまあ普通そうだよね、はい、当たったら食べれるんですか、ね、当たったらここの雫のこのメニュー、食べたいやつをこの中から選んで食べてもいいです。まあ、外れたら食べれないということで、まあ、それをかけて、はいはい、広島地酒の利き酒、トライしていきましょう。頑張ります。利き酒対決、準備が整いまして、これ全て、広島のお酒となっております。左から宝剣、2番が、三輪桜、3番が、これ流星という銘柄になっています。はい、4番が花鳩、5番が福鳥。でもさ、これを飲んで同じの合ってるってなったらさ、ちょっとできそうじゃない？意外と難しそう。どうだろう、できんかね。茶色のおチョコに入っているのがお題のお酒です。甘そうじゃない？なんか匂い、うん、あ、辛いかも。あ、結構辛口な気がする。ちょっと難しいかも。どう？なんかもう忘れた。でも味に似とる気がする。なんかさ、甘さがなくない？甘さがない。難しい難しい。似てません？でも味結構辛いけどさ、なんかちょっと甘くない。ちょっと一回次行く、うん、一回次行ってみよう。でピンクのおチョコ、2番です。違う。あ、これ絶対違う。違うね、これ違うね。これ絶対違う。外そう。これは絶対違う違う。あ、ちょっとこっちの方が酸味が強いね。なんかちょっと違う気がする、うん、ちょっと違う気がする。わかんないけどわかんないけど。4番は、あ、違います。多分、うん、違う。濃い。多分違います。なんか独特な味しません？うん、酒って感じ。一番なんか個性強いですよね、うん、個性強いグラスも個性強いもんなんか日本のお酒っていう味がするよね、うんうんうん。これ全部違うお酒なんじゃない？もしかして。でも言いたいこと分かります。分かる。でもどっちかですよね。どっちか。この3つは違うと思うんですよ。絶対違う感じするよね。じゃあいいですか？はい、はい、じゃあ正解はせーの、1 1番。正解。でした。嬉しい。当たり。やば。嬉しい。嬉しい。雫別邸さんのメニューの中から好きなもの一品
どうぞ食べちゃってください。いただきます。嬉しい。やったー。よし、じゃあ選ぼっか。選びましょう。とりあえず高いやつですかね。高いやつ、高いやつ。4桁のやつよね。4桁。コーネとかもさ、で広島しかないでしょ。あ、そうなんですか。そう、コーネってなんか県外の人食べんの、食べんっていうか通じんのんだって。あ、広島といえばね、牡蠣。いいじゃん、牡蠣。江田島だって。江田島、まるちゃん。え、一番さ、ちょっと暑いの何。え、でも広島しかないって言われたらこれ気になりました。私コーネね、うん、ちょっと気になりました。え、見て、3桁か。え、牡蠣のバター醤油焼きか、コーネですね。コーネ。そこまで言うなら。イエーイ。やったー。決まりました。はい、決まりました。何食べるんですか。はい、お願いいたします。コーネの炙りと、はい、コーネの炙りが一つ、牡蠣のバター醤油焼きをください。はい、お願いします。はい、やったね、ロッキー。イエーイ。当てたご褒美として、はい、まりもちゃんが、コーネ、西谷さんが牡蠣のバター焼き。牡蠣のバター焼き、はい、どうぞ召し上がれ。いただきます。あ、すごい違い。いただきます。お酒が美味しい。めっちゃ美味しい。なんかあります。美味しいです。ありがとうございます。いただきます。うまっ。楽しかったね、今日ね。楽しかったです。面白いと思ったらグッド、そうじゃないと思ったら、まあ、バットでもいいですよ。まあ、バットでもいいんで、なんか評価してくれたら嬉しいです。はい、あとコメントもね、嬉しいよ、ね、してくれたら。コメントもぜひ。あと、あの TikTok もあのやってるので、よかったらそちらもチェックしてください。はい、じゃあ今日もご視聴いただいてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。バイバーイ。